日はバッテリー上がりをきっかけに V ストローム1050に採用されているレギュレーター SH847 へ家を移植して数ヶ月経ちましたので近況報告したいと思います。まずは純正レギュレーターとの交換前と後のバッテリー電圧の推移を比較します。走行パターンは似たようなものですが、走行中や停止中で大きく変動していたバッテリー電圧は、交換後では変動は少なく、かつ高い状態をキープしています。毎日の通勤時間としては、最近は15分程度と短く、ちょい乗り状態が続いていますが、夜間放置している時間帯の電圧のログを確認すると、新品時と同等の 13V 前後、つまりフル充電状態をキープしていることが確認されました。このことから、急速充電によるバッテリー劣化の懸念は残りますが、少なくともサルフェーションの進行は最小限に抑えられるという期待はできそうです。結果がわかるのは再来年の冬ですが、それまでは様子見です。なお、オープン型レギュレータによる副作用としては、アイドリングや低回転域の負荷が若干減っているためか、始動直後などの冷感時に以前より回転数が若干上がったりと、アイドリングが不安定になるタイミングがありましたが、自動調整されるので実害は感じていません。もう一つの副作用は気持ち、燃費が良くなりました。これはハーネスもレギュレーターもほとんど発熱しなくなったためだと考察しています。当然、ステーターコイルも発熱しなくなるので、油温の低下も期待できるかもしれません。ですが、高電圧による漏電の懸念だけは残ります。ご視聴ありがとうございました。